子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。これ私普段好きで使ってるパナマハットなんですが、夏場ね結構汗かいたりするんで、ここの部分こう汗や皮脂がついたりするんですよね。でこれ天然のなんていうのかな、干し草みたいな素材でできてるもんですから、洗うことができないんですよ。ですから固く絞った雑巾などで、まあ、ここら辺を今まで拭いてたんですけど、いいもの見つけたんですよね。こちらになるんですが、これ襟プリ、まあ、ジャケットの襟や帽子の滑りのところにこう両面テープで貼れるライナーみたいな感じなんですよね。でこれ取り外して洗うことも可能だということです。でね、これをここのパナマハットの滑りのところにつけたらいいんじゃないかということで、今回つけていきたいなと思います。でちょっと早速開封してみます。まあ、ここの部分にこう両面テープがついてるってことなんですよね。あとスペアの両面テープもあるらしいんですよ。これですね。10回、1、2、3、4、5、そうですね、10回付け直しが可能なようです。専用両面テープ10枚付き。ここ商品説明を見ますと、快適安心加工、生菌消臭効果で菌の繁殖を抑制しつつ、汗などによる不快臭を吸着して中和無効化します。襟ですね。あと帽子の額部を汗ファンデーション汚れから守りますということです。襟プリ、まあ使い方は簡単ですよね。両面テープのシールを剥がして、まあ、ここの滑りの部分に貼るといった感じになると思います。じゃあ早速ちょっとやってみます。まあ、これまずは、まあ、このシール分を剥がしまして、こんな感じで、はい、そしてここが、まあ、センターだと思うんで、ここセンターを持ってきて、こんな感じ。はい、これで完成ですね。あとはこれ両方からこうきっちり押さえて、これで完成じゃないでしょうか。センターもここ合ってますよね、大体ね。これでまあ汗かいたり夏場でもこれだけだとね、帽子の滑りだけだとこう潮浮きしてきちゃうんですよね。こう白くこう何ていうのかな、塩分がこう出ちゃうんですよね。まあこれだとここに吸着して、これ取り外してね、また洗えば何回も利用可能なんで、すごくいいと思います。ということで今回はこのパナマハットに使える便利な商品の紹介でした。襟プリ。それではまた後ほど。さようなら。